中国、総王朝の構想による七個と絶句、絹針の奥義に総書体で記されている。アルチュール乱暴、座り込んだ奴等の総講師は、言語の表面的な意味ではなく、美学的、漢期的な性質を用いて表現される文学の一、形式である。多くの地域で非常に古い起源を持つ。多くは、陰文で、一定の形式とリズムを持つが、例外もある。 一定の形式に凝縮して言葉を収め、また効果的に感動、助長、美女などを表すための表現上の工夫が多く見られる。詩は独立したものとして書かれる場合も、刺激、聖歌、歌詞、三分詩などに見られるように他の芸術表現と結びついた形で書かれる場合もある。英語のポエトリーやポエム、フランス語のポジーやポエームなどの語は、 作ることを意味するギリシャ語パイイタシグマイオタに由来し、技術を持って作り出された言葉を意味した。漢字の歌は思いや記憶を言葉にしたもので、特に青春の頃の古代中国の歌謡を編纂した紙幣を指した。日本では明治になるまでは歌といえば漢字を指し、歌は日本古来の歌謡から発したものを指した。文学の一形式として歌の語を使うようになったのは、 西洋文学の影響から作られた身体師匠などを起源とする。印刷技術が普及した後は、詩の多くは、活字で提供され、読まれるようになったが、詩は、文字の発明以前から存在したとも言われ、陰文を朗唱あるいは節をつけて歌うことが普通であった。漢詩に節をつけて演じるものは、詩吟という。幕末以降の日本では一時期流行し、剣舞を伴うこともあった。 現代では詩を朗読することを特にポエトリーリーディングと呼ぶことがある。作者本人による朗読会や音楽の演奏とコラボレーションを行うなどの試みもある。詩及び詩をめぐる議論には長い歴史がある。アリストテレスの詩学のような詩を定義する初期の試みでは、習字、演劇、歌、喜劇などにおける和法の用い方に焦点を合わせていた。 後世の試みでは、反復、死刑、因といった要素に重点が置かれ、死を三分から区別する美学が強調された。20世紀中4以降では、死はより緩やかに言語を用いた根源的な創造活動として定義されることもある。死では特有の形式や決まり事を用いることで言葉に別の意味を持たせたり、感情的、感能的な反応を引き起こしたりすることが多い。 類音、投音、オノマトペ、因律といった道具が音楽的もしくは呪術的な効果を生み出すために用いられる場合もある。両義性、象徴、イロニーやその他の死後による文体的要素はしばしば試作品に複数の解釈を可能にする。同様に陰誘、直儀、寛儀はそれがなければ全く別々であったイメージを共鳴させ、意味を重層化させ、 それまで知覚されなかったつながりを形成する。同種の共鳴は、韻律や客員のパターンによって、個々の修行の間にも存在しうる。詩の書形式の中には、詩人が書く言語の特徴に交応した、特定の文化やジャンルに固有のものもある。ダンテ、ゲーテ、ミツキエビチ、ルーミーのような詩人で詩をイメージすることに慣れた読者は、詩を韻を踏んだ詩行と、 規則的な因律で書かれたものと考えるかもしれないが、聖書の詩のようにリズムと音調を得るために別のアプローチを取る伝統もある。現代の詩の多くは詩の伝統に対してある程度は批評的であり、音調の原則そのものと戯れ、試し、場合によってはあえて因を踏まなかったり因律を定めなかったりもする。今日のグローバル化した世界では詩人たちはしばしば様式、技法、 形式などを様々な文化や言語から借用している。忍びや力や効果は、様式や技法や形式だけによるものではない。偉大なしは、まさにその言葉によって、聴衆や読者に思考と力強い感情を呼び起こす、ことで他から抜きんでいる。例えばハンガリーのヨージェフ・ワティッラのような詩人たちは、センテンスに結合された言葉によって、言葉自体の意味の相和よりも、 大きな意味に到達する非凡な詩を書いている。そうして言葉の中には日常会話で使われることわざになったものもある。時代や文化が変われば言葉の意味も変化するので詩の当初の美や力を味わうのは難しい。カどもで書かれたギルガメ主情辞詩の大洪水の石板芸術の一形式としての詩は文字の読み書きよりも先に存在したとも考えられる。 古代インドのベーダやザラスシュトラのガーサーからオデュッセイーに至る古代の作品の多くは前史時代や古代の社会において記憶と口頭による伝達を補助するために詩の形で作られたものと思われる詩は文字を持つ文明の大半において最初期の記録の中に出現しており初期の物売りする運石碑石碑,碑などから詩の断片が発見されているバルミキ ラーマーヤナの作者とされる現存する最古の詩は、紀元前3000年期のシュメールのギルガメッシュ女子詩であり、年度版や後にはパピルスに設計文字で書かれていた。その他の古代の女子詩にはギリシア語のイーリアスとオデュッセイーア、アベスター語のガーサート、ヤスナ、古代ローマの民族女子詩�、ベルギリウスのアイネイス、インドのラーマーヤナとマハーバーラタなどがある。 死を死として成立させている、形式上の特徴は何か、良い歌と悪い歌との分かれ目は何かを、決定しようという古代の詩作家たちの努力は、詩学、詩の美学的研究を生み出した。古代社会の中には、中国の儒教の故郷の一つである、詩教に見られるように神秘的のみならず、儀式的にも重要な詩的作品の規範を、発達させたものもあった。近年でも、 試作家たちは、調査のカンタベリー物語から松尾芭蕉の奥の細道までの形式上の際や、棚派の宗教史からロマンチックラブ史やラップに至るまでのコンテクスト上の際を包括できる定義を求めて苦闘している。コンテクストは詩学にとって、また詩のジャンルや形式の発達にとって決定的に重要である。ギルガメシュ・ジョジシやフェルドースイの シャーナーメのような歴史的な出来事を女子詩として記録した詩は必然的に長く物語的になる一方で、天礼のために用いられる詩は霊感を与えるような調子を持ち、またエレジーや悲劇は深い感情的な反応を引き起こすことを意図される。その他のコンテクストとしては、グレゴリオ聖歌、公的、外交的な演説、政治的レトリックや毒舌、屈託のない動揺やナンセンス詩、 さらには、医学テクストなどもある。ポーランドの美学史家、ブワディスワフタ・タタル・キエビチは、論文、詩の概念において、事実上、詩の二つの概念であるところのものの進化を、追跡している。タタル・キエビチは、歌という言葉が二つの別個なものに適用されており、この両者は、詩人ポール・バレリーが観察したように、ある時点で結合する。詩は、言語に基づく芸術である。 しかし死にはまたより広い意味もあり、それは明確なものではないので定義が困難である。死はある、死の精神の状態を表現するのだと指摘している。アリストテレス古代の思索ちは死を定義しその質を評価する手段として分類を用いた。とりわけ、アリストテレス、死学の現存する断片は死の三つのジャンル、序児死、喜劇、悲劇を記述し、 それぞれのジャンルでその基礎となる目的に基づき、最高品位の死を見分けるための規則を展開している。後世の美学者たちは、喜劇と悲劇を、劇詩の回ジャンルとして扱い、女児誌、女女児、劇詩を三大ジャンルとした。ジョン・キーツ・アリストテレスの仕事は、ルネサンス期のヨーロッパのみならず、イスラム黄金時代の中東全域にも影響を及ぼした。後の詩人や、 美学者たちはしばしば死を三分と区別し、三分とは反対のものであるとして、死を定義した。三分はむね、論理的な説明への傾向と、典型的な物語構造を持つ著作として理解、されていた。これは、死が非論理的であったり物語を持たなかったりすることを意味するのではなく、むしろ死とは、論理的もしくは物語的な思考過程に、傍札されることなく、 ビア数高を表現する試みなのである。イギリスのロマン主義詩人、ジョン・キーツはこの論理からの脱出をネガティブ・ケーパビリティと呼んだ。形式は抽象的なものであり、意味上の論理とは別個なものであるので、このロマン主義的なアプローチは形式を死の成功の鍵となる要素と見ていた。このアプローチは20世紀に至るまで影響を残した。この時期にはまた、 ヨーロッパの植民地主義の拡大とそれに伴う世界的な公易の増大のためもあり、様々な詩の伝統がさらに相互に影響を与えあった。翻訳のブームに加え、ロマン主義の時期には数多くの古代の作品が再発見された。アーチボルド・マクリーシュ20世紀の文学理論には三文都市との対比にはあまり重点を置かず、単純に言語を用いて想像するものとしての詩人と、 詩人が想像するものとしての詩に焦点を合わせるものもあった。創造者としての詩人という基礎的な概念は珍しいものではなく、現代詩人の中には言葉による詩の創造と大工仕事のような他の媒体による創造活動との間に本質的に区別を置かないものもいる。さらには詩を定義しようという試み自体が見当違いであるとして意義を唱えるものもあり。 アーチボルド・マクリーシュは自身の逆説的な詩、詩論をこう結んでいる。詩は意味してはならない、存在するのだ。詩の定義や他の文学ジャンルとの区別をめぐる論争は、詩の形式の役割をめぐる議論と表裏一体である。20世紀前半に始まった詩の伝統的な形式と構造の拒絶は、詩の伝統的な定義や詩と三分の区別の持つ目的や 意味の疑問詞と同時に進行した。数多くの現代詩人は伝統的でない形式や伝統的には散文とみなされるような形式を用いて書いたが、その作品には外して死語や陰律によらない手段で確立されたリズムやトーンが染み込んでいた。現代派の中にも詩の構造の衰退に対する形式主義的な反動があったが、こうした動きでは、 古い形式と構造の再生だけでなく、新しい形式構造と統合の開拓にも焦点が当てられていた。さらに最近では、ポストモダニズムは、マクリーシュのコンセプトを全面的に受け入れ、三文都市との境界や、さらには、市の諸ジャンル間の境界にも、文化的内物としての意味しかないと見なすようになっている。ポストモダニズムはモダニズムにおける詩人の、 創造的役割の強調からさらに進み、テクストの読者の役割を強調し、詩が読まれるところの複雑な文化的な網の目に光を当てた。今日では世界中で詩は他の文化や過去から形式や死語を取り入れており、かつては例えば西洋の古典体系のような一つの伝統の中では理にかなっていた定義と分類の試みにさらなる混乱を引き起こしている。因立論は、 詩のメーター、リズム、イントネーションの研究である。リズムとメーターは密接に関係し合うものであり、日本語ではどちらも韻律と訳されることがあるが、別の概念である。メーターは韻文の確立されたパターンであるのに対し、リズムは修行から実際に結果として得られた音である。したがって、修行のメーターはアイアンブであるといったように記述されるが、言語がどこで休死。 または、加速を引き起こすか、いかにメーターが、言語の他の要素と、相互作用するかといったリズムの完全な記述には、これといった規定はない。因律論はまたより特定的に、メーターを示すために資行を解析することを指す場合も、ある。リズムロビンソン・ジェファーズ指摘リズムを作り出すのに、用いられる方法は、言語や詩の伝統によって様々である。言語は、どのようにして、 リズムが確立されるかによって、アクセント、音節、モーラのいずれかに、主によるタイミングのセットを持つとして、しばしば記述されるが、それ以外にも、複数の方面からの影響を受ける。日本語は、モーラタイミングの言語である。音節タイミングの言語には、ラテン語、カタルーニャ語、フランス語、レオン語、ガリシア語、スペイン語などがある。英語とロシア語は、 アクセントタイミングの言語である。ドイツ語も概ねアクセントタイミングに含まれる。様々なイントネーションもリズムがどう感受されるかに影響する。また皇帝アクセントや成長などに依存する場合もある。成長言語には中国語、ベトナム語、リトアニア語、及びニジェールコン語語族の大半の言語が含まれる。メーターによるリズムは一般的に各項の中で 強制や音節を陰脚と呼ばれるパターンの反復に正確に配置することを意味する。近代の英史では、強制のパターンが主に陰脚に違いをつけるので、メーターによるリズムはもっぱら強制、非強制の音節のパターンによって確立される。一方、古典語では、メーターの単位は同様であるが、強制よりも、むしろ母音の長短がメーターを定義していた。古英語の詞は、各項で、 音節数は不定であるが、強制の数は一定というメーターのパターンを用いていた。詩編のうちの多くも含む古代ヘブライ語の聖書の詩での主要な道具は、連続する資料が文法構造、音声構造、概念的内容、もしくはそのすべてにおいて互いを反映し合う、周知構造であるパラレリズムであった。パラレリズムはアンティホナや、 コールレスポンスといった実演に適しており、イントネーションによってさらに強化されうるものであった。したがって、聖書の詩はメーターによる陰脚にはあまり頼らず、行、フレーズセンテンスといったより大きな音の単位に基づいてリズムを作り出していた。古典的な詩の形式の中には、タミル語の弁法のように厳密な文法を持ち、それがリズムを確保していたものもあった。監視では、 共生と並んで成長がリズムを作り出す。中国の古典史は四世を区別していた。表彰、上昇巨彰、日彰である。他の分類法では中国語で最大八つ、ベトナム語で六つの声があることもある。近代の西洋史でリズムを作り出すのに使われる、正式なメーターのパターンは、現代ではもはや支配的なものではない。自由史の場合、 リズムはしばしば規則的なメーターよりもより緩やかな、ケーデンスの単位に基づいて構成される。ロビンソン・ジェファーズ、マリアン・ムーア、ウィリアム・カルロス・ウィリアムズは演詞に、規則的な強制メーターが不可欠だという考え方を拒絶した代表的な詩人である。ジェファーズは、強制によるリズムに変わる選択肢として、スプラングリズムを実験した。メーター西洋史の伝統では、 メーターは特徴となる陰脚と行あたりの客数によって分類されるのが通例である。弱強五歩角は一行につき五つの陰脚からなり、支配的な陰脚はアイアン部である。このメーター方式は古代ギリシア史に起源を持ち、ピンダロスやサッポーといった詩人たちやアテネの偉大な悲劇作家たちに使われた。同様に、強弱弱六歩は一行につき六つの引からなり、 支配的な陰脚は、ダクティルである。超短短六歩角は、ギリシア女ジ,ジシの伝統的なメーターであり、ホメロスと平氏オドスの作品が現存する最古の例で、ある。構成では、弱強五歩角は、ウィリアム・シェイクスピア、強弱弱六歩角は、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローによって用いられている。リラを奏でるホメロス。 フィリップ・ローラン・ド・ランサクメーターはしばしば陰脚の修行への配列に基づいて解析される。英語では、各々の陰脚には強制を持つ音節一つと、強制を持たない位置から二つの音節が含まれる。他の言語では、音節数や母音の長さの組み合わせが、陰脚の解析方法を決定する場合もある。この場合、長母音を持つ一つの音節は短母音を持つ二つの、 音節と等価として扱われる。例えば、古代ギリシア詩では、メーターは、強制ではなく音節の長さのみに基づいていた。英語などの一部の言語では、強制のある音節は外してより大きな声で、より長く、より高いピッチで発音され、詩のメーターの基盤となる。古代ギリシアでは、これらの属性はそれぞれ独立したものであった。長望音と、 母音と二つ以上のシ音ンを持つ音節は、実際におよそ単母音の2倍の長さを持っていたが、ピッチや強制は、長さには関係しておらず、メーター上の役割も持っていなかった。したがって、超単単六歩角の修行は6つの小節を持つ、音楽のフレーズのように考えることができ、それぞれには二分音符が一つと四分音符が二つもしくは二分音符が二つ、含まれていた。 二つの短い音節を一つの長い音節に置き換えても同じ長さの陰脚が得られるわけである。このような置き換えは英語などのような強制言語では同じリズムの規則性はもたらさない。アングロサクソン族のメーターでは死行を構成する要素は陰脚ではなく二つの強制を含む半量であった。メーターの解析はしばしば陰文の根底にある基礎的。 根本的なパターンを明らかにするが、強制、ピッチ、音節調などの様々な違いについては明らかにしない。メーターの定義の例として、英語での弱強語捕獲では、各項は5つの陰脚からなり、各陰脚はアイアン部である。個々の行を調べる際には、メーターの基本パターンの上に、バリエーションがある場合もある。例えば、 英子の弱鏡を捕獲では、最初の陰脚は頻繁に統治されており、強制が最初の音節に来ている。最もよく使われる陰脚の種類の一般的な名称は、ヘンリー・ホリデーによるルイス・キャロル、スナーク狩りのイラストレーション。弱弱強四捕獲で書かれている。インザミドス y オブ・ザ・ワード・ヒ・ワズ・ド・ライング・ツーセイ。インザミドスト・オブ・ヒズ・ラフター・アンド・グリー。 h e h ー r d s o f t l y and suddenly vanished away, f o ブージェムユーシー。修行中の陰客の数はギリシア語の用語を用いて、次のように表される。これらの他の陰客のタイプにも、後半に名前が存在しており、コリアンブのような四音節のものまで存在する。コリアンブは古代ギリシアローマの詩に由来している。トルコ語やベーダ語などのように、メーターの決定に、強制よりも、 母音の長さやイントネーションを用いる言語でも、超音と単音の一般的な組み合わせを記述するアイアンブやダクティルと類似した概念が存在することが多い。陰脚のそれぞれタイプには、それ単独で、もしくは他の陰脚との組み合わせによってある種の感覚が伴う。例えば、弱強格は英語で最も自然なリズム形式であり、総じて繊細だが安定した陰文を形作る。 他方、強弱弱格はほとんど駆け足で進むような感じを与える。クリスマスの前の晩や、ドクター・スースに見られるように、弱々強角は快活で、コミックな感じを作り出していると言われる。メーカーを記述する上で、異なった陰客の多重性が、どれほど有用なものであるかについては、議論がある。例えば、ロバート・ピンスキーは、ダクティルは、古典史では重要であったが、 英語のダクテル詩は強弱弱核を極めて不規則にしか用いておらず、ピンスキーによれば、英語にとってより自然であるところの弱強核と弱弱強角のパターンに基づいた方がよりよく記述できると論じている。実際のリズムは戦術のような解析されたメーターよりもずっと複雑なものであり、多くの学者がこの複雑性を分析できる体系を開拓しようと努力してきた。 ウラジーミル・ナボコフは、修行における、強制、非強制の音説の規則的なパターンには、話し言葉の自然なピッチから生まれるアクセントの別のパターンが重ね合わされていると指摘し、アクセントのない強制を、アクセントのある強制から区別するためにスカットと,という用語を用いることを提言した。メーターのパターンシェイクスピアの弱強語捕獲やホメロスの、 超単単六歩角から多くの同様で用いられている弱弱強四歩角まで異なった詩の伝統やジャンルでは異なったメーターが用いられる傾向にある。しかしながら特定の陰脚や詩行を強調したり単調な反復を回避したりするために確立されたメーターから変化させることもまた一般的である。例えば陰脚内で強制が統治されたり回数裏が置かれたり、 行の最後の陰脚に和らげる目的で女性行末が置かれたり強調子きと目止めを作り出す目的で強強格が置かれたりする。弱強語捕獲のような一部のパターンは極めて規則的になりやすい一方で強弱弱六歩格のような一部のパターンは極めて不規則になりやすい。規則性は言語によっても幅がある。加えて、 異なった言語では、しばしば異なったパターンが発達し、例えば、ロシア語の弱鏡4歩カは大抵メーターの補強のために、アクセント仕様の規則性を反映するが、これは、英語では行われないか行われても稀である。アレクサンドルブーシキに一般的なメーターのパターンの例を、それを用いた代表的な詩人や詩作品の例とともに、以下に挙げる、関心における5ことや7こと、 日本の57兆や75兆もここに加えうるであろう。監視には成長に標則と呼ばれる規則がある。声語の助示詞、ベイオウルフは、党員法により書かれている。客員、党員、類員、市員は、音声の反復するパターンを作り出す方法である。これらは、詩の独立した構造要素として、リズムパターンを補強するために、 あるいはまた装飾的な要素として使用されうる。応印とは、修行の末尾もしくはその他の予測可能な位置に同一、もしくは類似の音を置くことである。言語によって、応印構造の豊かさには差がある。例えば、イタリア語は、豊かな応印構造を持ち、長大な詩を、少数の客員の組で持続させることができる。この豊かさは、規則的な形の語尾によるものである。 英語は、他言語から借用された不規則な語尾が多いので、応印にはあまり飛んでいない。応印構造の豊かさはその言語で、どのような詩の形式が一般的に用いられるかを決定する上で重要な役割を担う。党印と類印は、初期のゲルマン語、ノルド語、古英語の詩を構成する上で重要な役割を果たした。初期ゲルマン詩の東印パターンはその構造の 使用部分としてメーターと投印を織り混ぜることでメーターのパターンによっていつ聞き手が投印が来ると期待するかを決定できるようにした。これは近代ヨーロッパ史の大部分で見られる規則的ではなかったり、レンの全体で完水はされなかったりする装飾的な投印の使用と対比することができるであろう。投印は応印構造に富まない言語で特に有用である。類印は 語頭や語尾での似た音声ではなく語中の似た母音を用いるものであり、スカルド詩で広く用いられたが、これはホメロスの時代にまで遡る。英語では動詞が多くのピッチを持つため、ルイーンが監視の成長要素を緩やかに喚起させることができるので監視の翻訳に有用である。シーンは一つのシーンをセンテンスの至るところで反復するものである。シーンは 当員と比して微弱な効果しか引き起こさないので構造的な要素としての有用性も低い。AC への言語学的ガイドにおいてジェフリー・リーチは因を6つの音声パターンに分類した。これらは関係する単語を構成する部分のうち1つまたは2つが変化し得る6つの可能な方法として定義されている。下表では普遍の部分は大文字、太字で表示している。C は死ン群を V は母音を表す。共通する音素が多い応音は、豊かであると言われる。例えば、フランス語のアゲート、フレイガートは、末尾の3音素が共通なので豊かであり、美獣、クルーは、母音1音素のみ共通なので貧しい。ガー、ティグレは、ーンに音素が共通であるが、このように母音が共通しないものは、死ーンであり、客因とはみなされない。 王院構成ダンテとベアトリーチェが天使に囲まれた光の点として表された神を見ている。ギュスターブ・ドレによる新曲天国編28のイラストレーション。現代ヨーロッパ書語、アラビア語、中国語を含む数多くの言語でバラット・ソネット、二行連といった詩の形式を構成する要素として詩人たちは一定のパターンに沿って客員を用いてきた。しかしながら、 構造的な客員の用法はヨーロッパの伝統の中においてすら普遍的なものではない。現代の詩は伝統的な応印構成を避けるものも多い。古典ギリ,リシアラテンの詩は応印を行わなかった。客員は中世世紀に部分的にはアンダルスのアラビア語の影響下でヨーロッパに移入された。アラビア語の詩人たちは6世紀のアラビア文芸の発達初期から その長大な水下水田において大々的に客員を用いていた。中国では紀元前の死教祖辞ですでに応印が行われていた。応印構成の一部は特定の言語、文化、時代と結びついたものとなり、一部はそれらをまたがって使用されるものとなった。死の形式の中には、王公様子形やルバーイーのように明確に定義された一貫した応印構成を持つ者も,も、 ある一方で、可変の応印構成を持つものもある。応印構成の大半は、客員の組に対応する文字によって表せる。例えば4行詞の第1に4行が印を踏み、第3行が踏まないとすると、この4行詞は AABA の応印構成を持つという。この応印構成は、ルヴーイー形式などで用いられるものである。同様に ABBA の4行詞は、 ペトラルカ風ソネットなどの形式で用いられる。より複雑な応印構成の中には、オッターバリーマやテルツァリーマのように、ABC 式の構成を離れ、独自の名前を持つようになったものもある。様々な応印構成の種類や方法については、応印構成の項を参照。オッターバリーマ、オッターバリーマは、最初の6行が AB の応印構成で、結びの2行がそれに続き、 A, B, A, B, A, B, C, C の K8 行からなる村地を用いる応印構成である。序盤にボッカッチョが最初に用い、英雄女子詩で発達したが、また英雄を嘲笑する詩でも用いられた。テルツァリーマダンテの新曲はテルツァリーマで書かれている。くれんは3行からなり、その第1行と第3行が応印し、第2行は次の村地の第1。 第三行と因を踏みサインを構成する。テルツァリーマは流れがあり、進行する感覚を死に付与し、巧みに用いられれば、前方、後方の双方への動きの感覚を引き起こすことができる。必然的にテルツァリーマは豊かな応援構造を持つ言語の頂戴なしで用いられる。死の形式は、モダニズムやポストモダニズムの死では、より柔軟なものとなり、 それ以前の時代と比べますます構造化されないものとなり続けている。現代の詩人の多くは目に見える構造や形式を避け、自由詩で書くようになっている。それでも詩は三文からその形式によって区別されるものであり続けている。基本的な詩の構造への何らかの経緯は最もっとも自由な形の詩にあってさえも見出される。そうした構造は無視されているように見えるのではあるけれども。 同様に古典的なスタイルで書かれた最良の詩であっても、重点や効果の面では厳密な形式からは逸脱しているものである。詩に用いられる構造的な要素のうち主要なものとして、派行、連もしくは段落、連や行の組み合わせで構成されるより大きな変などがある。より広範な視覚的表現やカリグラフィーなどが用いられることもある。 これらの詩の形式の基本単位はしばしば結合され、ソネットや俳句のような詩形や詩の様式などと呼ばれるより大きな構造を形成する。行と連詞はしばしばページ上で複数の行に分割される。これらの行はメーターの陰脚数に基づいていたり、行末の応印パターンを強調していたりする。行は他の機能を持つこともあり、型通りのメーターのパターンに従って書かれていない。 場合には特にそうである。行によって異なった単位で表現された思考を分離、比較、対比したり、調子の変化を強調したりすることができる。始行はしばしば連と呼ばれる、含む行数によって名付けられる単位を構成する。2行からなるものは2行連、以降3行連、4行連、5行連、6行連、8行連となる。これらの修行は互いに、 インヤリズムによって関連付けられる場合もそうでない場合もある。例えば、二行連は同一のメーターを持ち要因する二つの行からなる場合も、メーターのみを共有する二行からなる場合もある。関連付けられた複数の二行連や三行連が一つの村地の中にある場合も多い。アレクサンドル・ブロークの詩、夜、通り、街頭、ドラッグストア、ライデンの壁。 パラグラフ単位で構成される詩もあり、こうした詩では確立したリズムを伴う規則的な応印は用いられず、詩の調子はパラグラフ形式の中で確立されたリズム、投印、客印などの集積によって生み出される。規則的な応印とリズムが用いられていた地域であってでも、多くの中世の詩はパラグラフ形式で書かれていた。多くの詩�で連は連結されており、 一つの村ジの応印構成や、その他の構造要素が以降に続く村ジのそれらを決定する。こうした連結された連の例として、最初の村ジでリフレインが確立され、以降の村ジでそれを繰り返すガザルや、ビラネルなどがある。連結された連はまた詩をテーマ別の部分に分離することにも使われる。例えば、 消化形式でのストロペー、アンティストロペー、エポードは、しばしば一つもしくは、複数のレーンに分離されている。このような場合や、その他構造が極めて規則的に作られている場合には、一つの、ムラジが完全なセンテンスとまとまりのある考えからなる一つの、完成した思考を形成するのが普通である。いくつかの場合、特に女児の形式にあるような長大で秩序立った詩の場合には、 連そのものが厳密な規則に従って構築され、結合される。スカルド氏では、DRTTKVTT の村地は8行から、なり、各々が党員もしくは、類イにより生み出される3つのリフトを持っていた。2から3の党員に加えて、奇数行では、死因の部分的な因が、必ずしも五島とは限らない位置で踏まれ、 玉数行では組となった音説が必ずしも語尾とは限らない位置で中間位を踏んでいた。それぞれの反響は正確に6つの音説からなり、各項はトロキーで終わっていた。複数の DRTTKVTT の配置は個々のそれの構成に比べればはるかに緩やかな規則に基づいていた。四角表現、基礎、不要筋形図。こことゼックの3がある。 印刷術の出現以前から詩の視覚的な外見はしばしば詩に意味や深みを付与していた。おりは詩行の先頭やその他の特定の位置にある文字によって意味を伝えた。アラビア詩、ヘブライ詩、漢詩、和歌などでは優美なカリグラフィーで書かれた詩の視覚的表現は多くの詩において重要な全体的効果を及ぼしていた。印刷術が出現すると 詩人たちは大量生産によって、さらなる視覚的表現を操れるようになった。視覚的要素は、詩人の道具箱の重要な部分となり、多くの詩人たちは、視覚的表現を幅広い目的に活用しようとした。モダニズム詩人の中には、ページ上での個々の修行や、修行のまとまりの配置を、詩の構成の不可分な一部とした者も,もいた。時としてこれは、様々な、 長さの視覚的な回数らを通して、詩のリズムを補ったり、平地を作り出すことによって、意味や多義性やイロニーを際立たせたり、また単純に神秘的に、心地よい形を作り出したりした。最も極端な形としては、カリグラムや質象徴筆記のようなものまである。クリスティーナ・ロセッティ、ゴブリン・マーケットと、その他の歌のダンテゲイブリエル・ロセッティによるイラストレーション。 ゴブリンマーケットでは、同様の形を取りながら複雑な死後を駆使した。ゴブリンたちを見てはダメ。その果物を買っちゃダメ。どんな土に生やしてるんだか、その乾いた貪欲な熱を死後は、言語が使用される方式を扱う。音声だけでなく、内在する意味や、その音声や死刑との相互作用にも及ぶ。多くの言語や死刑は、極めて独特な死後を有しており、 死のための独自の文法や方言を持つまでに至っている。これには20世紀後半の因律論で好まれたような、通常の言葉遣いの厳密な使用から、中世やルネサンス期のマーカーなどに見られる非常に過微で、きらびやかな言語の用法までの幅がある。死後には、直輸や陰輸のような修字技法やイロニーのような口調なども、含まれる。アリストテレスは、死学において、何よりも偉大なことは、 因縁の名手であることだと書いている。モダニズムの台頭とともに、詩人たちの一部は、修辞技法に重きを置かない死語を選び、事柄や経験を直接表現し、口調を探求しようとした。他方で、シュールレアリストたちは、修辞技法をその極限まで押し進め、古典用を頻繁に使用した。偶話は、多くの文化において、死語の中核となっており、古典期、中世世紀、 ルネサンス期の西洋で顕著であった。しかしながら死は全面的にアレゴリー的であるよりも、むしろ完全なアレゴリーを構築することなしに、言葉の意味や効果を進化させる象徴や意味を含むこともある。死後の他の強力な要素としては鮮明なイメージを効果のために用いることが挙げられる。例えば、予期せぬ、あるいはありえない、イメージの平地はシュルレアリスム詩や俳句で、 特に強力な要素となっている。鮮明なイメージはまたしばしば象徴性にも満ちている。死後の多くで、いや、武道酒の脳機械のような短いフレーズやより長いリフレインのようにして効果を得るための語句の反復が行われる。このような反復は死に、消華の多くで見られるような厳粛な調子を付加し、あるいは言葉の文脈が変われば、イロニーを交えたりもする。 例えば、シェイクスピア、ジュリアス・シーザーのアントニーの有名なユーロジーでは、アントニーが繰り返す、ブルータスは、高貴な男ゆえという言葉は真摯な調子から皮肉が、滲み出るものへと変化してゆく。多くの文化が、それぞれ独自の死刑を発展させてきた。成熟、完結し、もしくは、広く認められた死刑では、応印構成や、メーターや、その他の要素は一連の規則に基づく。 エレジーのように比較的緩やかな構成規則を持つものからガザルやビラネルのように高度に様式化された構造を持つものまでがある。以下では複数の言語にまたがって広く用いられている死刑の一部を記述する。ウィリアム・シェイクスピア・ソネットは時代を通じて最も一般的な死刑であり、13世紀頃には14行からなり一式の応員構成と、 論理構造に従う詩として成立していた。典型的には、ソネットの最初の4行は、A, B, A, B の応印構成をとり、主題を導入する。ソネットにまつわる慣習はその歴史と共に変化し、結果として様々な異なったソネット形式が存在する。伝統的に、英語の詩人はソネットには、弱境語捕獲を用いる。特に、スペンサー風ソネットやシェイクスピア風ソネットが、 代表的である。ロマンス書語では、11音節詩やアレクサンドランが最も広く使用されるメーターであるが、イタリアでは14世紀以降ペトラルカ風ソネットが使用された。ソネットは恋愛詩と特に結びつけられ、鮮明なイメージに基づく主語を用いることが多かったが、8行から6行へ、及び最後の2行連への移行に伴う転換はまた、ソネットを 数多くの主題にとって使いやすくダイナミックな形式ともした。シェイクスピアの書ソネットは、英字で最も有名なものの一つであり、20作がオックスフォード・ブック・オブ・イングリッシュ・バースに収められている。日本では、明治以降、カンバラ・上田聡・サト中原忠・中也立原・道三などが、ソネットでの試作を行ったほか、戦中、戦後にもマジネ・ポエティクの詩人たちが、 定型応援誌の試みとして応援したソネットを集団的に書いた。プロヴァンスのトルバドゥールたちを起源とするセスティーナには6つのスタンザがあり、各々が応援しない6行から形成され、最初のスタンザの各項末の単語が周期的なパターンで他のスタンザに再登場する。これを覚悟を2つずつ含む3行からなるスタンザが締めくくる。 WHO デンビラネルは5つの3行連と末尾の4行連からなる19行詞である。最初のスタンザの1行目と3行目に用いられた2つのリフレインが以降のスタンザの末尾で交互に用いられ、最後の4行連は両方のリフレインで締めくくられるのが特徴となっている。それ以外の各行は AB の行員を持つ。19世紀末以降、ディラントマス。 w h o 伝、エリザベス・ビショップなどに見られるように英史でしばしば用いられるようになった。全体として既存の湿形が用いられなくなる時代にあって逆に広く用いられるようになった湿形である。パントゥーンはビラネルに類似した比較的稀な湿形である。4行連の連続により構成されており、各スタンザの2行目と4行目が次のスタンザの1行目と3行目として繰り返される。 ロンドンは、もともとは、フランスの死刑であり、二つの客員を用いた、5から4から6の三連十五行で書かれ、一行目の冒頭部がリフレインとして第2、第二、第三連の最後の行に用いられる。多保近大使は、古典中国語の四世を用いた各二行連での、成長のパターンに基づく中国の死刑である。近大使の基本型は二行連四つの、計八行からなり、第二、 第3の二行連の各項は、追育となっている立志である。追育では、平行関係にある項は、対照的な内容を持つが、単語の間の文法関係は同一でなければならない。近代史は、豊かな守護を持ち、隠誘に満ちていることが多く、歴史や政治を含む幅広い主題にわたっていた。8世紀、東王朝の徒歩や理事路などがこの死刑の達人であった。立志の他に、 4行からなる、ゼック、12行以上からなる、配律などがあり、1行の文字数が5文字の5ことと7文字の7ことがあるなどのバリエーションがある。近代史以前から存在した比較的自由な漢詞の死体は古代史と呼ばれ、画布などの形式がある。柿の元の一マロ単価は、5から7から5、7から7のパターンに構成された5つの部分からなる31の 文字で作られる日本の応印しない詩の形式である。前半の5から7から5のフレーズと後半の7から7のフレーズの間で調子や題材に転換があるのが普通である。短歌は奈良時代には柿の元の人丸をなどの歌人によって読まれており、この時期に日本は中国から借用した形式による詩が大半であった時代から抜け出し始めた。 短歌は当初は日本の定型詞のうち短いものであり、公の主題よりも個人的な主題を探求するのに大いに用いられ、従ってより形式張らない詞語を有した。13世紀までには短歌は日本の最有力な詞形となり、今日でも広く読まれている。日本語以外の言語で短歌を書く詩人は31音の規則は無視する場合が多い。レンガと呼ばれる、 他人数による単価の連作も行われた。また、単価形式で封し、皮肉、国稽を盛り込んだものを強化と呼ぶ。松尾場所を奥の細道のプレート俳句は17世紀に、徘徊における連句の最初の句である、ッ句から発展して形成された、日本の大衆的な応援しない主慶である。俳句は、5から7から5のパターンに構成された3つの部分から、 なる十七音字で作られ、縦一行に書かれるのが普通である。伝統的に俳句は、通常は三つの部分のいずれかの末尾に、切れ字と呼ばれる流れを切る語が置かれ、また季語と呼ばれる季節の言葉を一つ含む。俳句の最も有名な衝動者は、松尾芭蕉であった。芭蕉の句と、その英訳例、五七五形式で、季語や切れ字の規則もなくより庶民的な内容を扱う。 ものを川柳と呼ぶ。ルバーイは、アラビア、ウルドゥー、ペルシア、アゼルバイジャンの詩人たちに用いられる四行の詩である。ペルシアの詩人ウマルハイアームはその、ルバイアートで巧妙である。ウマルハイアームのルバイアートの、エドワード・フィッツ・ジェラルドによる英訳も有名であり、日本へもまず、フィッツ・ジェラルド役からの重訳により紹介された。ハイアームのルバイアートから一例、次長は、 朝鮮の詩人が用いる短い音楽詩である。およそ14から16音節からなる3行で書かれ、合計44から46音節となる。各項の中間で休止が置かれるので、英語などでは3行ではなく6行で印刷されることも、ある。インヨシドウの作品から、ホラティウス昇歌はピンダロスなどの古代イギリシア詩人や、ホラティウスなどのラテン詩人によって作り出された。 ギリシア・ローマの影響を受けた数多くの文化で昇華の形式が見出される。昇華は通常ストロペー、アンティストロペー、レポードの3つの部分からなる。アンティストロペーは類似した陰律構造と伝統にもよるが、類似した応印構造を持つ。対比的にレポードは異なった配置と構造で書かれる。昇華はフォーマルな主語を持ち、概して厳粛な主題を取り扱う。 ストロペイとアンティストロペイは、主題を異なった視点から見ており、エポードでは両視点からより高い水準へと移行し、あるいはその根底にある問題を解決する。評価はしばしば二組の合唱体で朗読もしくは、影響されることを意図しており、一方がストロペイを、もう一方がアンティストロペイを語り、両者がエポードを語る。時代とともに、 昇華の形式と構造には相当なバリエーションが発達したが、概してピンダロスとホラテウスの昇華の影響を残している。西洋以外で昇華に類似したものとして、ペルシアのカスイーダがある。ガザルはアラビア、ペルシア、トルコ、アゼルバイジャン、ウルドゥー語、ベンガル語の詩で共通して用いられている形式である。古典的な形式では、ガザルは2行目の終わりに、 共通のリフレインを持つ応印した5から15の二行連で構成される。このリフレインは1音節もしくは複数の音節からなり、その直前で応印する。各項は同一のメーターを持つ。二行連はそれぞれが完結した思考を持ち独立しており、ガザル全体が叶わぬ愛や神聖などの主題を支援する形になっていることが多い。最後の二行連に、 作者の署名が書かれるのが普通である。多くの言語で長い歴史を持つ他の主形と同様にガザルにも様々な編集が形成され、その中にはウルドゥ語のほとんど音楽にも等しい主語を持つ形式も含まれる。ガザルは伝統的にスーフィズムとの親和性があり、数多くのスーフィズム宗教の作品がガザル形式で書かれた。 比較的規則正しいメーターとリフレインの使用は、呪術的な効果を生み出し、これが、スーフィズムの秘境的な主題をよく保管している。この形式の達人としては、13世紀ペルシアの、今夜の詩人であったジャラール・ディーン・ルーミーがいる。シータ・シグマと掘られた石やクロスティック、オリクは、アルファベットなどで書かれた詩や、その他の書き物で、各項、行、段落、 その他の反復構造の最初の文字、音節、単語を合わせると別のメッセージとなるものである。この窮屈な形式は早期を簡単にするための記憶術として使われたものであるのかもしれない。有名なアクロスティックとしてギリシア語での神を称える文句、イータシグマロイオタシグマタウ、シータイプシロニオタ、シグマオメガタウロイエスキリスト、神の子、救世主がある。 最初の文字を綴り合わせると、シータ・シグマとなり、これはギリシア語で、魚を意味した。よって、初期のキリスト教徒は、頻繁に魚を持ち今日でも、イエス・キリストのシンボルとなっている。日本のお陸としては、柿翼タを織り込んだ、伊勢物語の和歌、からロ向きつつ、慣れにしつましあれば、はるばるきぬる旅をしず思うが、巧妙である。今日では、 縦読みとしても親しまれている。イタリア語で文字通り、歌を意味するカンツォーネはイタリアもしくは、プロバンスの歌、バラットである。マドリガルに類似した歌曲のタイプを指して使われることも、ある。シンプルで、メロディアスな曲も、特に、イタリア人以外によるものの場合、カンツォーネと呼ばれる場合がある。モーツァルト、フィガロの結婚のアリア、恋とはどんなものかしらが、 典型的な例の一つである。関東には5から7スタンザで構成され、最初のスタンザの応印構成と行数を引き継ぐ。典型的には、各項は114節である。4行で構成されるスタンザ形式の詩で、アブ、アボブ、アバ、アブクビーなどの応印構成でなる。ヨーロッパの詩の中で、最も一般的なスタンザ形式である。 AABBA の応援構成の厳格な形式を持つ五行詞で国慶五行を歌五行儀師とも呼ばれる。リメリックという名前はアイルランドのリムリック圏から由来している。イギリスではエドワードリアによって広まった。親勤はアメリカ合衆国の詩人アデレード・クラプシーが考案した死刑を特に指す。 クラプシーの墓下、た翌年の1915年に刊行された全詩集に収められたのがその最初の例である。神経院は日本の俳句と短歌にその発想を得ていた。五行連詞は五行からなるパターンを用いた自然般を指す用語であるが、その中でも特有の規則とガイドラインによって定義される特別な詩形が存在する。 他に、現代日本では、五行で書くことのみを規制とした五行詞や五行詞という詞形もある。ジョージ・ハーバート・アナグラム。詞職を活用した具体詞。以上の他にも、無数の詞の形式が存在する、萩原作太郎。ガツに吠えるは、交互自由詞の可能性を大きく広げた。明治15年の、 新大師章に始まる明治時代の新大師は、日本古来の文語と75兆によって、西洋史を再現しようと試み、同じ明治期のうちに原文一致運動によりその否定を迎える。このため文語を用いるか否かで、文語史と交互歌、75兆などの音数律を用いるか否かで定型史と自由史を区別し、その組み合わせで、文語定型史、文語自由史、 交互定型詩、交互自由詩の分類が行われる。また、明治以降の従来の和歌、俳句、漢詩などではない西洋式の詩を近代詩、戦後のそれを現代詩と呼ぶ。短歌や俳句で音数率に従わないものは自由詩ではなく自由律と呼ばれる。個々の形式に加え、詩は様々なジャンルやサブジャンルによって捉えられることも多い。詩のジャンルを和解して、主題、 スタイル、その他のより広範な文学的特徴に基づく詩の伝統もしくは分類である。ジャンルを文学の自然な形式であるとみなす批評家もいる。またジャンルを異なった作品がいかに他の作品と関連し、言及するかの研究であるとみなす批評家もいる。助詩は広く認められるジャンルの一つであり。 その時代の文化にとって英雄的もしくは重要な性質の出来事に関する長大な詩としてしばしば定義される。序成詩も広く認められるジャンルであり、短く美しい調子を持ち、干渉的な傾向を持つ。批評家によってはより細かいサブジャンルへと詩を分類し、個々の詩は数多くの異なったジャンルに同時に属するとみなされもする。多くの場合、 共通する伝統の結果として、詩のジャンルは文化を超えて同じ特性を見せる。以下に一般的なジャンルをいくつか記述するが、ジャンルの分類、その特質の記述、そして詩をジャンルに分類しようとする理由そのものすらも様々な形をとり得る。ジェフリー・チョーサー物語詩は物語を語る詩のジャンルである。講義には女子詩も物語詩に含まれるが、 物語詩という用語はより小さな、概してより人間的興味に訴えるような作品に用いられることが多い。物語詩は最も古い歌の種類であったかもしれない。多くのホメロス研究者は、イーリアスとオデュッセアが一晩の娯楽により適している、個別のエピソードに関する短い物語詩の編集により構成されたものであると結論している。多くの物語詩 スコットランド人やイングランド人のバラットやスラブ人の英雄詩などは文字使用以前の交渉に起源を持つ実演詩である。メーター、投印法、ケニングなどの詩を三分と区別する要素のいくつかはかつて伝統的な物語を暗唱する金融詩人たちの記憶術として機能していたのではないかと推測されている。主要な物語詩人としてはオィディウス、ダンテ・アリギエーリ。 ファン・ルイス、ジェフリー・チョーサー、ウィリアム・ラングランド、ルイス・デ・カモイス、ウィリアム・シェイクスピア、アレキサンダー・ポープ、ロバート・バーンズ、フェルナンド・デ・ロハス、アダム・ミツキエビチ、アレクサンドル・プルシキン、エドガー・アラン・ポー、アルフレッド・テニスンなどがいる。ラー・マー・ヤナより、ランカの戦争。サヒブ・ディンガ・ジョジ氏は、詩のジャンルの一つであり、また物語文学の主要な形式の一つでもある。ジョジは、 持続的な語りにより、英雄的もしくは神話的な人物の生涯と、業績を物語る。助ジ,ジシの例として、ホメロスの、イーリアスと、オデュッセイア、ベルギリウス、アエネイス、ローランの歌、ニーベルンゲンの歌、ルイス・デカモイス、ウズ、ルジアダス、我が、シットの歌、ギルガメシュ・ジョジシ、マハーバーラタ、バルミキ、ラーマーヤナ、フェルドスイー、シャーナアメ、ニザーミー、 ハムセ、チベットのジョジ詩、リンケ・サルダイ・オーデン、アイヌのユーカラなどがある。西洋では20世紀初頭以降はジ、ョジ詩や調子全般があまり書かれなくなったが、それでも若干の重要なジョジ詩は書かれ続けている。デレック・オルコットはそのジョジ詩、オメロスに、主により、ノーベル文学賞を受賞した。ゲーテ、ファウスト、ファウストとグレートヒエン劇詩は語りもしくは歌われるよう。 書かれた陰文の演劇である。多くの文化に様々な、また場合によっては類似した形式で存在する。陰文劇はサンスクリットやギリシアの助詞のような初期の交渉助詞から発達したものであるかもしれない。陰文によるギリシア悲劇は紀元前6世紀に遡り、サンスクリット劇の発達に影響を与えた可能性がある。同様にインドの演劇は 中国の戯曲の先触れとなった変文の陰文劇の発達に影響を与えた可能性がある。東アジアの陰文劇には日本の脳もある。ペルシア文学の劇史には、ニサーミーの著名な劇作品、ライラとマジュヌーン、ホスローとシーリーン、フェルドースリーのロスタムとソラブなどの悲劇、ジャラール・ウッディーン・ルーミーのマスナビー、アサド・グルガニーの悲劇、ビストラミン、ワシボ・フッキーの悲劇、 ファーハットなどがある。西洋では伝統的に悲劇と喜劇を2大分野としてきた。陰文による悲劇ではギリシア悲劇の3大悲劇詩人、後世のシェイクスピア、ジャンラシーヌなどがいる。喜劇ではアリストパネスやモリエールなどが代表的であるが、喜劇は必ずしも滑稽さを前提とはせず、ダンテの新曲なども分類上は喜劇となる。ゲーテ、 ファウストのようにどちらにも分類されない歴史も多い。今日では、儀曲が陰文で書かれることは稀である。ジョン・ウィルモット氏は風刺の強力な媒体にもなりうる。陰文で表された侮辱の一撃は、三文で言われもしくは書かれたものより格段に強力、かつ記憶に残りやすいものになりうる。古代ローマ人は、風刺史の強い伝統を有しており、しばしば政治的な目的で書かれた。 有名な例としては、詩人ユーエナリスの風刺詩があり、その侮辱は、社会のあらゆる範囲を指した。マヌエル・マリア・バルボサド・ボカージゼイギリスの風刺の伝統にも同じことが言える。当時の過熱した政治状況に巻き込まれ、かつての友人であったホイック党のトマス・シャドウエルに風刺された、トーリー党のジョン・ドライデンは、1682年にマクフレクノを、副大、 真の保守プロテスタント詩人、T.S. の風刺という、英語で書かれた息の長いバリ造原作品としては、最も偉大なものの一つを表した。この中で、当時すでに個人であった実に凡庸な詩人、リチャード・フレクノーは、絶対的なンセンスのすべての領域の支配者として、統治し、ウィットに対する永遠の戦争を遂行するべく、誰を自身の後継者にすべきか熟考していると描かれた。 第二代ロチェスター博のジョン・ウィル・モットもまた17世紀、イギリスの風刺詩の名手であり、人類に対する風刺や、チャールズ2世の風刺などの容赦ない風刺で知られた。アレキサンダー・ポープも風刺詩で知られ、批評論において批評家たちをたしなめたのは有名である。ドライデント・ポープは、女児ジ�ジの書き手であったので、その風刺のスタイルも、女児氏的なものであった。とはいえ、風刺詩には、 これといった決まった形式はない。イギリス以外での意外な風刺詩人としては、ポーランドのイグナツクラシツキ、アゼルバイジャンのサビール、ポルトガルのマルエル・マリア・バルボサド・ボカージェなどが挙げられる。日本でも平安時代より風意を含む強化が書かれ、匿名で強化を掲示して政治批判などを行う楽種の慣行があった。一例として、完成の改革を風した。 白川の世紀に、魚の住みかねて、元の濁りの田沼古式が知られている。現代でも、風刺的な川柳が広く読まれている。クリスティーヌ・ド・ピザン・ジョジョ氏は、女子史や劇史のように物語を語ろうとするのではない。より個人的な性質のジャンルである。人物と、その行動を描写するよりも、詩人自身の感情や精神状態や知覚を表現する。 西洋の女上詩はリラを語源とし、歌うものであるという願意があるが、実際の女上詩には、純粋に読まれることを前提としたものも多い。日本の和歌は、文字通り、歌であり、その多くが女上詩であった。女上詩は、古くから愛を主題とするものとして知られてきたが、多くの宮廷風恋愛詩人たちはまた戦争と平和、自然と恐縮、悲しみと喪失などを扱う。 呪状氏も書いた。中でも15世紀フランスの呪ジ状ョジョ詩人、クリスティーヌ・ド・ピザント・シャルル・ド・バロアが巧妙である。霊性や宗教的な主題も十字架のヨハネやアビラのテレサのような神秘主義呪ジ状ョジョ詩人によって歌われた。霊的な経験に基づくジョ状ジョ詩の伝統は、後のジョンダン、ジェラード・マンリ、ホップキンス、アントニオ・マチャード、T.S. エリオットといった詩人たちにも受け継がれている。 西洋の叙情詩で最も一般的な形式は14行のソネットであり、ペトラルカやシェイクスピアなども実践したが、その他にも叙情詩には途方に暮れるほど様々な形式が見られ、応援しないものも20世紀以降増加している。作者自身の感情や考えを入り組んだ形で取り扱う叙情詩は詩の中で最も一般的なジャンルとなっている。明確な形を持たない。 より自由なスタイルをとる者もいる。例えばラップの歌詞は、ビートを伴う詩であると考えられることもある。ウィリアム・アドルフ・ブグロー、エレジー・エレジーは、悲しげな、憂鬱もしくは愛情を帯びた詩であり、特に死者のための哀悼詩、または、葬儀のための歌を指す。死者を痛む詩は普遍的なものであるが、エレジーという語は元来は、エレゲーや体というメーターの種類を指すもので、一般に、 もの死を表現する。また作者にとって不思議もしくは神秘的と見えるものを表すこともある。死や、より一般的に悲しみや、神秘的な何かを表したものとしてのエレジーは、助成詩の一種として捉えることも可能である。古代の歌われる詩の伝統に遡る関連性から、エレジーは、また、悲しくもしくは陰鬱な性質であるのが普通のある。 主の音楽作品のタイプも差し得る。エレジーは古代から書き続けられている。主要な作者としては、セクストゥス・プロペルティウス、ホルヘ・マンリケ、ヤンコ・ハノフスキ、チディオック・キッチ・ボーン、エドマンド・スペンサー、ベン・ジョンソン、ジョン・ミルトン、トマス・グレー、シャーロット・ターナー・スミス、ウィリアム・カレン・ブライアント、パーシー・ビッシュ・シェリー、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・エーテ、 イフゲニーバ・バラトゥインスキー、アルフレッド・テニスン、ウォルト・ホイットマン、ルイ・ガレ、アントニオ・マチャード、フアン・ラモン・ヒメネス、ウィリアム・バトラー・イエイズ、ライナー・マリア・リルケ、バージニア・ウロフ、フェデリコ・ガルシー・アロルカ、カマウブ・ブラスウェートなどがいる。バンカという語は中国で感謝を引くときに歌われた歌を指した。日本では万葉集の三つのブダテのうちの一つとなり、 柿の下の人まろによる皇族の死に際しての多数の儀礼的な文華と妻の死に際しての悲痛な文華の双方が収められている。ここ無和歌集以降では愛称歌として多くの歌人により読まれ続けた。イソップグーアよりウサギと亀。ミロウィンターガグーアは,は古代からある、ほぼどこにでも見られる文学ジャンルであり、しばしば陰文で表現される。 人間化された動物、植物、無生物、自然の力などを登場させ、道徳的な教訓を説明する簡潔な物語である。偶話詩は様々なメーターと応印構成を用いてきた。例えばイグナチクラシツキは、偶話と、例え話を十三音節からなる応印した二行連で書いた。重要な偶話詩順には、アイソーポス、ビシュヌシャルマ、パイドロス、 マリード・フランス、ロバート・ヘンリスン、e ー n ビアナット・オブルブリン、ジャンドラ、フォンテーヌ、イグナチ・クラシツキ、フェリックス・マリア・デ・サマニエゴ、トマス・デイリアルテ、イヴァン・クルイロフ、アンブローズ・ビアスなどがいる。イソップの役者や継承者はすべてこの半ば伝説的な、偶話作家に仮がある。偶話史の一例として、イグナチ・クラシツキ、偶話と、例え話から、子羊と狼たちを挙げる。 シャルル・ボードレール。ギュスターブ・クール・ベガ三文詩は、三文と詩の両方の性質を見せる、意思交配的なジャンルである。超短編小説や随筆との区別が困難な場合も、ある。簡潔さ、隠誘の使用、言語への格別な注意などの理由から詩とみなされる。早期の三文の中にも現代の読者に詩的な印象を与えるものがあるが、一般的には、三文詩は、アロイジウス。 ベルトラン、シャルル・ボードレール、アルチュール・ランボー、ステファヌ・マラルメなどの詩人の実践により19世紀、フランスで起こったものと考えられている。その後、このジャンルには、数多くの言語で注目に値する例が現れた、不利をコルタサル。ありがとうございます。